はい、どうもこんにちは。今回はドラクエ2の遥かなる旅路の BGM で聴こうと思います。これも自分が演奏してみたやつなんですけど、リコーダーで吹いてみた感じですね。ドラクエ2のサントラは実は何種類かあって、初期版と最近も発売しているオーケストラ版っていうのがあって、オーケストラ版でも昔のオーケストラ版と新しい編曲のオーケストラ版があるっていう感じで、昔のドラクエの BGM はいろんな版が出てるんですね。それで自分が持ってるちょっと珍しい CD があるんですけど、この CD はオーケストラ版なんですけど、なんか室内バンド版みたいな感じになってて、なんかサックスが入ったり電子楽器が入ってたり、中期の杉山浩一らしい作風になってます。後期はドラクエばっかだったんでクラシックっぽい感じになってたんですけど、イデオンとかその辺の時代はいろんな楽器にチャレンジしたような感じがします。で、この遥かなる旅路に戻ってくるんですけど、この曲に実はリコーダー入ってるんですよね。リコーダーが入っているオーケストラバージョンみたいな感じなんですよ。それが聴けるのはこの CD だけなので、ぜひ皆さんもこの CD 買ってみて聴いてみてください。 YouTube にもね、その音源はね全然ないんですよ。だから知らない人は知らないかもしれないっていうね、ある意味伝説の CD なのかもしれません。なんかブックオフで買ったんですけどね、自分ね。もう少し遥かなる旅路について紹介していくと、最初のター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 タっていうのが、これ1のあのフィールドの曲とね一緒なんですよ。タータータータラララララララ、ほら最初の部分が同じに作られているのは、きっと菅山浩一さんもそういう風に考えて作ったんじゃないかなっていう風に思います。最初一人から始まりますからね、ワンをイメージしている感じなのかなって感じがします。3人になるとメロディーが変わりますよね。という感じで話していると2倍速の5分が終わってしまいました。記録は37回でした。前回よりはちょっとタイムアップしたんじゃないかなっていう風に思います。ドラクエたくさん喋れますね。また演奏したらやりたいです。じゃあ今回もありがとうございました。